こんにちは。ワールドカップを日本代表を目指していた高瀬です。よろしくお願いします。どうも私のところには、えー、予備調査が入らなかったので、ちょっと代表からは漏れてしまいました。この借りはいつか必ず返したいと思います。なんつってね。なんだよ、お前の借りって、ね。はい、注意をしよう。はい、えっ、ー、と、神戸大学の問題ですね。 曲線 C が X イコールサイン t y イコール1たスコサイン t かけるサイン t という形で表されている曲線を考えますと。はい。で、最終的には2番でグラフを書いて、3番で領域の面積を求めるということで、媒介変数表示された曲線の面積を求めるという話です。はい。基本となる考え方の方はですね、0から数学の方でもこちら説明してありますから、そちらの方もご覧になってもらえればと思います。はい。じゃあまず1番目で、 dy dx および2回微分ですね。d2 乗 y dx 乗を t の関数として合わせということでやっていきたいと思います。じゃ、あまずは dy dx 求めるためには dx dt と dy dt を求めなきゃならないので、まず x を t で微分します。cos t dy dt はここ積の微分になるかな。 前微分して、後ろそのまま。プラス、前そのままで、後ろ微分。さあ、ということで、こちら、うん、悩ましいとこですけど、コサインのみにできそうかな。コサインのみにしてみますかね。はい、マイナス1、1イン乗にするから。 こんな感じですかねはいということで dydt はこんな形で書けます。はいじゃあこれをね小の形にしようかな。よって dydx はコサイン t 分の 2コサイン2乗 t プラスコサイン t-1 マイナスということでした。さあ、と書くとおそらくコメント欄でね、質問が起こると思います。えー、分母が0にならない時のものを書いていいのか、などということですね。で、まあ確かにね、今回0から π までで考えろという指示なので、t イコール2分の π の時は、えー、これ存在しないということになりますよね。でもそれは、 実際に増減表を書いたり、先生の方向き考えるときに話せばいい話であり、今回の問いは dydx を t の関数として表せですから、まあ、この場合はもうこのまま回答として残して構わないと思いますけどね。はい。じゃあ次、えー、2, 2回微分ですよね。じゃあ、パラメータの2回微分ってのはどういうふうに計算するかのまた確認ですけど。はい。これは dydx を1回微分しましょうねってことなので、 こういう風に見るんでした。さあ、あそれでこの dydx ってのは、上で見てわかる通り、こちら t の式なのですね。はい。t の式を x で微分しろってのはなかなか難しいですよね。ワールドカップ日本代表を、えー、槍を使って応援しようみたいな。そんな投げ槍投げ槍言うなよって感じの、わけのわからない状況になってるわけ。無関係ですからね。ということで、t の式は t でしか微分できないので、 合成関数の微分法を用いる必要があります。まずは DT に変えてあげて、あと元に戻れるように後ろに DTDX をかけてあげると。はい。で、DTDX っていうのはあちらの DXDT の逆数なんでね、それをここに書きましょう。はい。じゃあここはこいつを T で微分しろなので、小の微分法になるかな。 じゃ計算してみようかな上微分して下そのままマイナス上そのままで下微分 あと分母の2乗があって、あとさっき言った、これはサイン分の1ってものが現れてきますんで、ここにコ cos t をもう一回かけてあげようかな。さあ、そうすると分子見ると、一応すべての項に sin t が存在しているようなので、sin t を大きく外にくくってみようかなと思います。 じ残っているところだけうまく取ってみましょうかね。はい。そしたらまずマイナスが残って4コサインもう一つだから、マイナス4コサイン以上。で、ここマイナスが残ってコサイン t がいるから、マイナスコサイン t。で、後ろはこれマイナスとマイナスでプラスに変わってサイン外に出したから、ここプラスのまま、そのままやってくるから。 こうななるかじゃあ整えていくとはいということでまあこうなりますかはいじゃあこれマイナス外に出すかなんかしてあげて こういう形でした。さあ、ちなみに、これ、上3次式で下3次式なんで、うまく整えれば、タンジェントの形にもできそうです。例えば、コサイン1つこっち投げて、残ってる2個こっち側に投げてあげれば、マイナスタンジェント t の2プラス、コサイン2乗 t 分の1なので、これでね、ここって、 1たす単元と2乗という形で書けますのでこういうふうに表すこともできるでしょう。まあ、あの t イコール2分の π のときうんぬんかんぬんっていうふうにまあ意見もあると思いますがまあ今回は t の範囲特に考えなくていい t の関数で表すのでこれでも十分かと思います。どちらでもいいでしょう。はい。では2番の問題見てみましょう。2番、デン。 C の凹凸を調べ、C の外形をかけ。来ました。めったに出てこないんですけども、凹凸を調べるということは、下に凸か上に凸かを調べろだから、2回微分がプラスなのか、2回微分がマイナスなのかを考えてくれよっていうことなんだよね。はい。でそれを考えた上で、あとはもちろん、グラフを書くたびには、上がるか下がるかってとこ見なきゃいけないですよね。はい。 その辺をね、ちょっと慎重に見ていきたいと思いますが、そう考えると、dy dt はちょっと解いておいた方が良さそうなんだよな。はい。これは、えっ、ー、と、因数分解すると、2コサイン t1 サイン t マ a p ス1のマイナスかな。ね。まあ、この形で書けるので、ちょっとそこのところね、えぇ、ー、配慮しておきましょうかね。はい。 じゃあ、まずは、x と y のね、増減調べておきましょうかね。はい。dx dt は cos t なので、えっ、ー、と、0から2分の π で、こちらプラスで、 二分の π から π のところでは、マイナス。えー、もちろん t イコール二分の π の時にゼロだよね。じゃあ、ついでに dydt の方なんだけども、えー、これはちょっとコサイの二次式になるから、0以上とするととか、0以下とするとって不等式を解いた方がやりやすそうだから、ちょっと不等式解きますかね。 あの、いきなりイコール0にすると、後でプラスの範囲、マイナスの範囲出すときに困っちゃうからね。こういうときは、イコール0とするとじゃなくて、0以下とすると、もしくは0以上とするととする方がいいです。はい。では、この不等式解こうとすれば、コサイン t がマイナス1から1、2分の1まで。そうすると、 え2分の1の時って3分の π だから、3分の π から π までかな。ということで、b y d p が負になるのは、3分の π から π までで、で,で、イコール0となるのは、3分の π。まあ、π も理論上はなるんですけど、 定義比の端点はね、接、え、線、ー、せせの傾きとか考えない場所なんで、まあ、π のことは覗いておきましょう。0から π、統合抜きで考えますからね。そしたら、消去法で、こことここにないものがプラスの範囲ということなので、t の範囲が0から3分の π ということになってくるでしょうね。はい。じゃあ、あとは、これと2回微分の方ですよね。 じゃあ2回部分の方を見てみましょう。はい。ではこちらについてですけど、えー、先ほどのね、ちょっと触れた通り、分母が0になるところはもちろん外しますんで、t が2分の π じゃないところだけ考えますが、今回ここの右上の部分って、都合プラス確定してるよね。で、コサイン3乗も、1つコサイン出して2つに分けてあげると、2つの方はプラスで決まってくるから、 ま、こいつは、マイナスタンジェント t ×サイン2乗 t 2サイン2乗足す1というふうにしておく。こうしておくと、2回微分は、マイナスタンジェントと同符号と、ね、いうことが言えるでしょう。はい。それで書いとこうね。 もちろん、値が意味を持つならばということですからね。2分の π の時は考えますよね。はい。そしたら、マイナス単元とどう、同数語ということは、傾きのマイナス1倍ですよってことを言ってるわけだから、2分の π まではマイナス。で、2分の π は値が存在しないけど、その後はプラスになるということなんでしょうかね。 はい。マイナスってことだから、えー、0から2分の π までは上にとつなのかな。で、2分の π は存在しないので、開けといて、開けといて、2分の π から π までは、2回分はプラスとなりますかね。はい。じゃあ、増減表示と作っていきましょうかね。 値を書き込むべき t の値というのは、1回微分のコサインの方で2分の π。で、こっちで3分の π がありますからね。ら0と2分の π と3分の π と π を書けばいいのかな。はい、0。で次に書くのが3分の π で。 で、二分の π があって、最後は π と。はい。で、コサインは二分の π のところを経由して、プラス、マイナスだったかな。で、dydt は、えー、こっちが0で、そこまではプラス。で、あとがマイナスだったかな。 で、2回微分は今ここに書いた通りですね、えー。0から2分の π まではマイナス。で、2分の π は値が存在しないので開けて、その後はプラスと。はい。ということで、ここはマイナスだから上に凸な動き。ここプラスだから下に凸の動き。で、かつ、右に行って上に行くってことなので、こういう上に凸の形で右上に行くってことだから、こうかな。 ここは上に一つの形で、右に行って下に行くだから、右下に行く。その後は下に一つの形で左で下だから、こういう動きをするということみたいですね。はい。じゃあ、x、y、それぞれ求めていくと、sin t が sin 0で0になることから、こちらが0。で3分の π の時の値は、x が2分のルート3。 で、y が4分の3ルート3。で、2分の π を入れると、1、1ですかね。で、π を入れると、0、0なのかな。はい。そことで凹凸を調べた結果、こうなりました。て感じかな。はい。じゃあ、外形かけたことなんで、書いていきましょうね。ここいきます。 さて、00。あと、11って点もあるんでね。で、2分のルート 3, 3、4分の3ルート3ってことは、この辺まで来ますかね。はい。上に一つで上がって、上に一つで下がって、その後、00まで下に一つだから、こういう感じの動きかな。 t を時間と見立てるならば、t イコール0の時にここ。3分の π の時にここ。2分の π の時にここ。で、シュッと戻ってきて π のとこに帰ってくるよと。はい。こんな感じのグラフになりました。はい。じゃあ次、3番目の問題見てみましょう。えー、今回の動画、完璧ですか もし怪しいなと思うとこがあったらねちゃんともう1回見るもう2回見るっていう動画の特性を生かしてくださいね我々は他のの単元の動画も撮ってます、えー、ホームページの方見てもらえるといろんな単元どの単元があるのかなってものも分かりやすいですから是非ホームページも活用してねじゃあねー